はいどうも、お得と旅行が大好き沼田です。はい、今回は青春18切符と北海道&東日本パスを使って、新宿から札幌を目指す旅ということで、今回、後編です。前編は新宿から青森までで、後編は、青森から札幌までという感じになってます。夜中12時近くに青森に着いたので、バスとかタクシー、タクシーはあるのかもしれないですけど、はい、なるべくね、コストをかけたくなかったので、歩いて行きました。だいたい2キロ3、40分かかったかなっていう感じです。でフェリーは2種類あるんですけれども、青函フェリーとあと津軽海峡フェリーっていうのがあります。で津軽海峡フェリーの方が何ていうんですかね、旅行者向けって感じでいろいろ整ってるんですけれども、青函フェリーは、ドライバーさん向けというんですかね、車乗りながら、行くっていう方が結構多い、そんな感じのフェリーですね。そっちの方がね1000円ぐらい安いんですよね。あとキャンセル料もかかったりするのかな。キャンセルとか直前の割引が効くのが、青函フェリーだったので、そっちにしましたね。なるべく安い方っていう感じで、とりあえずどんなもんだろうっていう感じでちょっとね、楽しみでもあったんですよね。不安半分楽しみ半分って感じですね。はい、結構揺れるのかなって、台風の後だったからすごく心配だったんですけれども、ね、台風って過ぎ去っちゃえばそこまでね荒れたりしないので、天気は穏やかっていうか、後半雨降ってきたんですけど小雨がね、はいっていう感じでだったんですけれども、結論から言うとほとんど揺れなかったかなって、ちょっと雨降って途中で揺れたかなってあるんですけど、気持ち悪くなるっていうほどではなかったですね。はい、しけってなかったっていう感じですかね。はい、で寝る場所的にはこういう感じで雑魚寝スペースっていうんですかね、本当になんていうかカーペットの上で寝るっていう感じで、一応枕っぽいものもあるし、充電器もあるって感じでね、結構部屋があって、一番心配だったのはコンセントですよね。コンセントも結構充実してたので、結構良かったかなと思います。女性用っていうのもあるんですけどもね、はい、でそういう感じでね、乗っていくわけですよね。でこういう感じで、雑魚寝をしてる方がねいらっしゃって、割と、なんていうか、住めば都じゃないですけど、落ち着いちゃえば、なんていうかね、居心地はいい感じなので、来るまでは心配だったんですけどね、落ち着いたらいい感じだなって。こちらは、あれですね、椅子を、リクライニングして飛行機みたいな感じですよね。電車もそうだけど、そういう感じで、休めるところもあるという感じですね。はい、衛生的にどっちがいいのかなって気になったりはするんですけども、だからこっちで寝てる方もいらっしゃいましたよね。この船自体結構新しい感じがしたので、割とトイレもさっき出てましたけど綺麗な感じで、船によっては快適だったりそうじゃなかったりってのは差があるのかなと思ったんですけどね、深夜2時の便は別に、居心地は良かったです。はい、で先ほどもドライバーさん専用というかね、ドライバーさんが多いってことでドライバールームっていうのもあるんですよね。で A と B があって、 B の方はドライバー以外の方も利用できますっていう感じで、他の方の YouTube 見ていると、ちょっとね、利用してる方もいたので、ありなんだと思って、とりあえず、空いてたので、少しね、入ってみました。はい。結構、なんですかね、やっぱプライベート空間になるのが良かったですね。はい。どっちがいいかなっていう感じですけど、確実にね、休められるので、
いいかなっていう感じですけど、布団とかって綺麗なのかなって、まあ一応僕が見た限りはまあなんか整ってはいたんですけれども、そういうのちょっと心配になったりするので、まあ、カーペットの方がいいんじゃないかなとか、どっちもどっちだなみたいな感じだったんですけどね、僕は。はい、ということで、もうすぐね到着するって感じで、いやーいいですね。夜行くと夜の船の感じとこの朝の船の感じ両方楽しめるから結構いいですよね。はい、行きも帰りもこういう風に、チケットでまあなんてもぎりをしてもらって、それで、帰っていくって感じですね。はい、そんな感じでですね、まあすごいフェリー乗ったなーって感じがしたので、エンターテイメントとしても結構楽しかったなーって感じです。あ、ちなみに函館のねコンセントねこれしかなかったんで、青森の方をまあ滞在する時間長くする方がいいかなっていうのをおすすめかなと思いました。はい、ということで、まあ函館ターミナルからまあ歩いてきましたね。なんだかんだでね結構雨降ってきちゃって、すごい2キロぐらいかな、これもちょっと大変でした。もうね靴もびしょびしょになってしんどってなったんで、まあタクシーとかバスとか使える人はそっちの方がいいかなと思いましたね。でまあ函館着いたんですけれども、8時18分の電車に乗りたかったので、ラッキーピエールとかちょっと長谷川ストアね8時開店だったんでちょっと諦めたんですよね。でまあ、セコマ行ってまあある程度買ってっていう感じでね、まあ長期戦になるだろうと思って、そしたらこれ1両かな2両かなちょっとわかんないですけど、すんごいちっちゃい電車だったんですよ。めっちゃ混んでて、まあ20分前にまあ移動してよかったなと思ってギリギリ座った感じですね。で森行っておしゃまんべねについてって感じ。おしゃまんべで待ち時間が結構あったんですよね。まあ2時間近くすっごいブラブラしてたんですけど、まあここが一番有名なカニ飯のお店ですね。まあちょっとねあったかいもの食べたいなと思って、お弁当じゃ嫌だなと思って、ね、まあこっちの、お店に行きました。グラスっていう店ですね。すごい美味しそうなメニューいっぱいあったんですけど、すっごい散歩してたら1時間ぐらい使っちゃって、残り1時間だと、まあこのぐらいしかできないって言われて、まあまあいいかと思ってね、結構ね骨とかゴロゴロ入ってて、まあ、美味しかったですね。塩分強めで、まあ辛さも強めだったんですけどね。また行ったら食べたいな。他のメニューも食べたいなって感じですね。めっちゃやっぱ混んでて、同じこと考える人が多いんですよね、札幌まで行くっていう感じでね。でまあ、はっきり言って20分前に行動して到着でギリギリでね、それで電車乗るって感じでしたね。うん、とにかくまあ車両が少なかったので、混んでたっていうイメージがすごいありました。で最後はまあ快速エアポートですね。これも混んでたなーって感じですね。まあ、ギリギリ座れたんですけれども、それでまあ札幌に着いてすごい感慨深かったですね。いやーまあ楽しかったですけどね。うん。まあ思ってるはしんどくなかったですけど、まあ3日かけてますからね。まあせっかくなんでね、まあ泊まったホテルの紹介でもしましょうか。はい、ということで今回はすすきのグランベルホテルさんに泊まりましたね。はい。以前何回か泊まったことあるホテルなんですよね。2回ぐらい。泊まったこと、冬に泊まったことあるんですけど、夏に泊まったのは初めてですね。はい、いいお値段だったりするので、まあここぞとばかりにしか泊まんなかったり、安くなってる時に泊まったりとかね、そんなに広いホテルではないです。まあツインで取れたので、まあツインで取りましたっていう感じでね。はい、ここあれですね、お掃除が連泊の人は有料だったのかな、しないスタイル、3日間ぐらいしないスタイルなので、まあツインで良かったですね。ベッドをこうね、一つずつ使ってっていう感じでね、まあちょうど良かったかなって感じです。まあ、コーヒーはお茶はね下に取るとこがあったんで良かったんですけどね。でこっちの冷蔵庫はキンキンに冷えるやつじゃなくて、なんていうんですかね、保冷庫っていうんですかね、若干冷たくなるぐらいなので、なんか冷やしときたいものはフロントに預けるっていう感じですかね。はい。まあおしゃれな感じで、まあ大浴場があるので、まあシャワールームしかなかったんですけれども、シャワールーム結局一回使ったか使わないかでしたね。まあほとんど、まあ大浴場好きなので、
大浴場でっていう感じで。で、こちらがなんかおしゃれなルームウェアですね。なんか面白い刺繍があって。で、まあ、スパとかのは最上階なんですけども、まあ、フィットネスルームっていうのもあって、まあ、使用はしなかったですけどね。結構なんですかね。どんなんだろうっていう、まあ、撮影だけしましたけど。なんか、一人二人はやってたのかな、期間の間。あとは、まあ、ランドリーとかね、まあ、レンジとか、氷のところも、製氷機もあったんですかですね。で、あとはお風呂ですね。お風呂は、まあ、こんな感じで、まあ、お水もありましたね。脱衣所に。なんで、それはすごい良かったなと思いました。はい。で、一応それで、寝たんですけれどもね。はい、ということで、朝食ですね。朝食、今3000円ぐらいになってましたね。はい。あ、高えと思いながら、まあ、朝食付きのプランだったんで、まあ、ラッキーだったんですけどね。はい。まあ、ラーメン、味噌ラーメンも、食べれたりとか、あとスープもあったり、味噌汁もあったりって感じで、お魚は日替わりでしたね。はい。で、シューマイとかもあったりっていう感じですね。おかず類はちょっとね、後で、またアップしてるんですけれども、ちょっと若干日によって、1日目と日替わりではない、1日目と3日目が同じなんですけど、まあそんな感じで、若干のね、変更はあったみたいですね。で、こちらがまあ海鮮パフェですね。なんかまあ、そんなにイクラがごっさり入ってないんで、イクラ丼が食べたいっていう人は、まあ、瓶詰めはちょっとなって感じだったりするかもしれないですけどね。まあ僕は十分でしたね。確かに、おかめ屋っていうところの、パンのフレンチトーストは結構美味しかったなって感じですね。クリーム、生クリームがちょっとね、バタークリームみたいにちょっと脂っぽかったんで、そんなになんか食べれないなって感じだったんですけどね。そこがちょっともったいないなと思いましたね。はい。で、まあ、スープカレーとかもあったっていうのと、まあ、パンがね、ちょっとね、日によって、バターロールと、まあね、コーンパンみたいなのが違いましたね。で、豚丼が、ちゃんちゃん焼きになったりとか、あと、なんか、エビチリみたいなのも、翌日にありましたね。はい。こんな感じって感じで。で、3日目は、まあ、1日目と同じラインナップだったって感じですね。はい。まあ、美味しかったですけどね。はい、ということでね、まあそんな感じで、以上です。ご視聴ありがとうございました。